はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日もホゲホエールを周回してクジラコインゲットすることができました。2枚ゲットすることができたので、こちらでドリームルーレットガシャ回していきたいと思います。あとはポイントがね、たまったので交換していきたいと思います。大ヤモリ僕は持っていないので交換しておきましょう。あとはイザナミ、こちらも交換しておきたいと思います。皆さんはポイント何に交換しましたでしょうか。またね、コメント欄で教えてください。1月1日からトーナメントのねイベント発表ありましたけども、気になるのは覚醒エンマがまだ追加されないということですね。そして1月1日からトーナメントのイベントが始まるのに合わせて何が来るのか。去年はね、あのエンマ大王の映画とのイベントではエンマ大王が出るかもしれないコイン、エンマメダルがね配布されましたよね。今年もね、そんなようなものがあるんじゃないかと僕は予想しています。覚醒エンマが出るかもしれないコインみたいなね、そういうのが毎日1枚とかね配布されたら嬉しいよね。まあエンマ大王の時もそうだったんですが、実際にはね、あのメダルからエンマ大王出た人ってどれぐらいいるのかな。なんか僕の感じはね、しょぼい妖怪しか出なかったっていうのがね、まあ正直なとこですけども、まあそれでもなんか夢があって面白いんで、まあぜひね、今回も覚醒エンマが出るかもしれないコインをね配布してほしいなと思います。それでは卵の黄身やっていきたいと思います。前回もう卵の黄身ゲットしているので、今回は星をね取っていこうと思います。卵の黄身の必殺技でとどめを刺す、これで星がね1個もらえます。まあプニプニねやってきて、まあ分かったのが、結構ね星を集めるのも重要だよね。星を集めることでミッションで報酬もらえるんですけど、それがね結構いいんだよね。さあこの卵の黄身、前回1体ゲットしましたが、もう1体ぐらいはゲットしたいなと思います。今ね技レベルが1なんで、もう1体今回ゲットできれば技レベルを2に上げることができます。さすがに技レベル1ではあんまり威力がないと、そんな感じがするんで、まあ S ランクなんでねそこそこ使えるんですが、まあできればね上げておきたいよね。この卵の黄身は今のところガチャからは出ないので、技レベルを上げるにはこのバトルでゲットするか、もしくは秘伝書をね突っ込むしか方法はないんですが、さすがに秘伝書はちょっともったいないなという感じはしますよね。まあ今後この卵の黄身をね使っていこうということであれば、まあ秘伝書突っ込んで技レベル上げるのもありだとは思いますけども、現状は特にイベントでの特殊能力があるわけでもなし、特に使う理由もないかなという感じです。さあどうだ、おっと何も落ちず。さあ卵の黄身の必殺技でとどめ、星ゲットすることができました。さあ皆さんは卵の黄身ゲットしましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。